さあ皆さん、もちろん今日のヒーローはこの男、宮崎敏郎選手です。なりきりスターマンになってご登場いただきました、ありがとうございます。見事なサヨナラ勝利でした。今の気持ちから宮崎選手聞かせてください。最高です。サヨナラホームランライトへ放ちましたけれども、打った瞬間というのはどういう思いだったんでしょうか。いやもう風吹いてくれと、そういう思いで、はい、走ってました。ワンボールからの2球目だったと思います。狙っていたんですか。そうですね、まあ、先頭だったので、後ろも頼もしいバッターがたくさんいるので、なんとか出ようと、塁に出ようと思った結果がいい結果になってよかったです。今日は宮崎選手ヒットがない中迎えた4打席目でしたが、このあたり、まあ、意識の変え方だったりとか、4打席目打席入る前意識はあったんでしょうか。いやもう積極的に行こうとそれだけ思って打席入りました。そして見事サヨナラホームラン、ダイヤモンド一周回っていた時の気持ち聞かせていただけますか。いやもう最高です。そしてホームベースに帰った後ウォーターシャワーを浴びました。ナインからの祝福を受けていかがでしたか宮崎選手。いや本当に、最高です。そして今日は2対2の同点の中、6回から三島投手、入江投手、ウェンデルケン投手、森原投手がゼロをつなぎました。このあたり投手陣の踏ん張りも宮崎選手から見ていかがでしょうか。そうですいや本当にみんなでつないで、本当に全員で勝ち取った一勝だと思います。さあ宮崎選手、これでベイスターズは18勝8敗、両リーグ最速の貯金10です。これだけ多くのお客さんがハマスタの前に、ハマスタにお越しいただいております。ベイスターズファンの皆さんを前にして、宮崎選手今気持ちいかがでしょうか。いや本当に、はい、いや本当にいつも熱い応援、本当に、みんなの力になってます。また次も勝てるように、頑張りたいと思います。これで引き分けを挟んで7カード連続勝ち越しになりました。それでは改めて最後にベイスターズファンの皆さんに熱いメッセージをお願いします。まだまだ、熱い試合を届けたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。今日のヒーローは見事サヨナラホームランを放ちました宮崎敏郎選手でした。ありがとうございました。それでは今日は宮崎選手からいつもの一言お願いしたいと思います。皆さんもぜひ一緒にこの青空のもと勝利の喜びを分かち合いましょう。タオルの準備よろしくお願いします。それでは宮崎選手お願いします。横浜挑戦、アイラブ横浜。